グリーンワンダーランドへようこそ。こんにちは、グリーンです。本日の動画はですね、8月お盆ということもありまして、ブックオフセールに行ってきました。毎年恒例の。なのでそのブックオフセールでね、購入してきた商品をですね、紹介していきたいと思います。はい、なのでよかったら見ていってください。そんなに冊数は買ってないです。それではどうぞ。まず1冊目ですね、こちら3打3巻でございます。ビースターズの板垣先生のですね、作品の3巻買ってきました。なるべく帯がね、ついてるやつがね、欲しかったので、たまたまあったので購入してきました。続きましては、こちら、宇田川町で待っててよ、秀吉子先生の作品でございます。ステイゴールドとかですね、読んでる面白いですねの作者の方の作品で、ずっと気になっていてですね、ようやく見つけることができたので、このセールの期間でね、購入しました。どうやらあいつは女の服を着ていると俺に抵抗できない純粋かつ女装男子との恋、はい、という作品を購入してきました。続きまして、こちら、ギブン7巻と8巻でございます。木津夏樹先生のね、作品で、偶然ブックオフでね、見つけたので2冊購入してきました。こちらもですね、オルタナティックラブというですね、まあ、BL なんですけど、おすすめでございます。続きましてはこちら、私をセンターにすると誓いますか、一巻でございます。推しが一番可愛い、誰が何と言うと一番可愛いんだよというですね、こちら結構今爆発的に人気の作品で、なんか結構どこの書店でもね、一巻が売り切れてて、ようやく最近重版がかかったとか聞いてたんですけど、まさかね、向こうにも出てるとは思わなくて購入しました。マガジンポケットでね、アプリで無料でもね、読めるので、よかったら読んでみてください。続きましてはこちら、からかい上手の元高木さん12巻です。西方家に三大ニュースと書いて、もう結構前ですね、これも。もう15巻ぐらいまで出てんのかな、元高木さんも。早く追いつきたいなというところです。続きまして、事情を知らない転校生がグイグイ来る、5巻まで購入してきました。嘘の子供というですね、作者のですね、河村拓先生の作品で、まあ、あの嘘の子供がね、ちょっと面白かったので、他の作品も読んでみたいなということで、あのアニメ化もしてる作品だったので、こちらもね、ちょっと購入してきました。せっかく安くなってたので、ありがとうございます。続きまして、こちら、ババンババンバンパイア一巻ですね。浴場のバンパイア、純情童貞に浴場中、ああ童貞の血を吸いたいということで、奥島博正先生の作品ね、結構いろいろ読んでて、初めてこの人の作品を読んだのランチキだったかな、月刊チャンピオンで読ませていただいてました。それからアキラナンバー2とかですね、成り上がりとか、いろいろ読ませていただいてます。なので気になってたので購入しました。はい、ここからはですね、小説になります。こちら、それと呼ばれた子、幼年期編と少年期編2冊買ってきました。児童虐待を生き抜いた著者が初めて明かした壮絶な日々の記録ということでね、
実在のお話みたいで、ガスコンロで焼かれる塩酸入り洗剤で掃除をさせられる、赤ん坊の汚物を食べさせられるなどね、こういった、まあ、虐待を受けていた子が大人になっていったその中の家庭の話をですね、書いた作品みたいです。こちらもですね、結構まだ続きが出てるので読んで、またね、続きも買っていきたいなと思います。続きましてこちら、 SRO ストレートシューター悪魔的連続殺人鬼最後の戦いということで、ついにシーズン1完結ということですね。あの、僕の結構好きな作品だったんですけど、最近あまりまだ読めてなくて、でももう最終巻ね、安かったので購入してきました。また一気にね、まとめて読みたいと思います。はい、続きましてはこちら、警視庁 SM 班3スリーパーですね。こちらもですね、同じ作家の著者の方がね、書いている警察小説で、こちらまでまだ読めてないんですけど、3巻まで2巻まで買ってたので、3巻もついでに買ってきました。まあ、これがブックオフセールの怖いとこ。はい、続きましてこちら、水没ピアノ加賀見総氏が引き戻す犯罪ということでね、僕の最近ハマってた佐藤智也先生のね、作品で、フリッカー式加賀見君彦のにうってつけの殺人のね、まあ、続編というか、これで、それの、まあ、本当は前の話なんですけど、前日談の話なんですけど、出る順番は後だったっていう感じの作品です。はい。そして、今回最後に買ってきたのがこちらですね。クリスマステロール。こちらも佐藤優也先生作品でございます。これもね、同じ系統の作品っていう風に聞いてたので買ったんですけどね、まあ、ゆっくりね、この辺は読んでいきたいなと思います。はい、というわけでですね、今回ブックオフセールで、ブックオフセールですね、こんだけ購入してきました。またね、ゆっくり読んでいきたいなと思います。やっぱブックオフセールね、やられるとやっぱついつい買ってしまう、うまくできた期間ですよね。本当に自重したくてもなかなかね、気になるやつがあると買ってしまうのが悪いとこです。はい、ってなわけで、またね、次はいつだろうな、お正月とかにブックオフセールやるってた時はまた行ってきたいと思いますので、また次回ブックオフセールの時にお会いしましょう。ということで、本日の動画はここまでです。ありがとうございました。